はい、というわけで、やっていきます。まず最初ですね、ヘリュルの、インラインからご紹介させていただきます。あ、ごめんなさい、マーティのカーディガンは、デザイナーさんから連絡来て、来週だそうです。なのでもう今しばらくお待ちください。申し訳ございません。はい、今日はヘリュルのインラインのご紹介をしていきます。ちょっとハンガーがあった方がいいな、ごめんなさい、ハンガー持っていきます。はい、いきます。あ、ちょっとそれはまた別件でごめんなさい、 DM しますね。はい、いきます。こちらです、ヘリルの、21AW の、新作の紹介ですね、商品名が、ダブルレイヤーフーディー、カシミヤのダブルレイヤーフーディーになります。これは、去年も、うちでインラインでやってたアイテムになります。なんで、まあ、多くはこれはもう本当に語る必要はないかなと。もう、カシミヤ100のフーディーです。めちゃくちゃ気持ちいいです。と、もうこれはね、あまり語らずいきます。これと、同じ生地のパンツですね、カシミヤのスウェットパンツです。でですね、今回、ブラウンが実は1点だけ、パンツだけなんですね、あります。フーディに関しては、もともと1点分しか仕入れてなくて、そちらも完売してしまっていて、今季新色、新色ではないんですけど、うちが今までやってなかったカラーのブラウンが1点だけ入荷してます。はい。で、まあ最後、最初に全部紹介しようか。こちらも、インラインですね、ヘリルのインラインの、スプラッシュ、ペイントスプラッシュのパンツ、以前、別注でも、カーゴパンツ、ミリタリーパンツかでもあったんですけど、それのコーデュロイパンツ、ホワイトのコーデュロイの、ペイントパンツが入荷しております。これもインラインですね。はい、以上4方が、今日ご紹介するインラインの商品になります。やべ、ちょっとごめんなさい、今インスタ電波悪いんで Wi-Fi つなげます。で、順番に着ていこうと思います。どれからいこうかな。スウェットからいきましょうか。じゃあフーディーからいきます。これはね、もう本当にまあ語る必要はないかなっていうアイテムですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。はい、これですね。で、今着てるのは僕サイズ1番ですね。一番小さい、うちが仕入れてる一番小さいサイズになってます。洗濯表記は洗えないってなってるんですが、デザイナーの大島さん曰く、まあ普通に洗っちゃって大丈夫だとよとは言ってるんですが、そこはもう自己責任でお願いいたします。はい。洗濯表記は洗えないってなってるんですけど、まあ、洗っても大丈夫だよっていうふうには言われてますが、自己責任でお願いします。まあ僕がおすすめするなら、手洗いで、掛け干しじゃなくて置き干しが伸びちゃうんでね、掛け干しだと置き干しだったらいいんじゃないかなと思います。はい、これサイズ1番ですね。これはやっぱね、まあ、僕も去年、自分用で買ったやつずっと着てますけど、めちゃくちゃいいっすね。フロントサイド、まあ、良くも悪くもこう古着っぽいシルエットですね。身幅太くて、
アームホールも太くて、だけど丈がちょっと短くて、丈の、あ、丈っていうか裾のリブの効き方が若干強めなんで、こういうちょっともたつくような、まあこのもたつきをね、嫌いだって人ももちろんいると思うんですけど、まあその稲体、昔ながらのシルエットをカシミヤ100っていうのが僕はもう最高だなっていう、もう本当好きなんですよこのシリーズ。いや、とろみすごいですね。生地感めちゃくちゃ気持ちいいですよ。僕今 T シャツの上から着てるんですけど、全く不快感ないです。で、続いてパンツ、そのまま履きます。でパンツがですね、おそらくこれ僕の勘違いでなければ、前回との変更点が裾がドローコードをついているようになってます。裾にこれですね、ドローコードがついてます。ドローコードついてるんで、裾を縛って履いていただくこともできますし、僕の記憶が間違ってなければ去年のはドローコード入ってなかったんで、もうドローコード使わないって場合はもうこれ抜いちゃっても、紐抜いちゃってもいいかなと思います。はい。でパンツがこれ入ってるのが1番かな。パンツはね、もう角位置とかなんですよ。サイズ1が角位置です。はい。パンツ各位置ですね。もうサイズ、今これ履いてるのが1番で、サイズ1番が1点の、サイズ2番が1点。で、もう1点ずつしかパンツはないですね。はい。確か、僕の記憶が間違ってなければ、間違ってる可能性もあるんで、ご了承ください。これはね、素晴らしい。はい。で、せっかくなんで、1点だけしかないんですけども、ブラウン。も履いてみようかなと思います。よいしょ。そう、裾ドローコードはね、結構、まあそのさっき言ったように使わない場合はお値段はしかも据え置きなんで、去年と値段変わってないのでお得かなと思います。今年のパンツは、はい、ブラウン、こんな感じです。ブラウンの色味こんな感じですね。めちゃくちゃいい。ちょっとモカっぽいブラウンですね。はい。ほい。これも、ブラウンはこれサイズ2しかないです。2が1点だけですね。で、まあ2でも僕全然問題なく履けますね。ごめんなさい、今更ですけど。ウエストゴムついてて、ドローコードついてるんで、はい。ウエストゴムとドローコードついてるんで、僕、いつもお話してますが、身長165センチ、体重53キロで、ウエスト20、インチで言うと26インチぐらいなんですけど、そんな僕でも全く2番でもね、問題なく履けてるんで、あんまりこれに関してはサイズ、まああるんですけど、サイズに左右されないかなと。これはブラウンは2番だけです。2番が1点だけですね。はい。で、ラスト、スプラッシュの、コーデュロイ履かせていただきます。すごいありがたいことです。多分、ライブ開始と同時に、スプラッシュのこのコーデュロイ、一点売れたんで、今、現状、在庫があるのは各サイズ1点ずつだけですね。サイズ1と、サイズ2が1点ずつだけですね。で、今から履くのが、サイズ1番になります。これでサイズ1ですね。はい、これサイズ1です。まあね、僕は好きなんですよね、スプラッシュが。はい。これサイズ1です。サイズ1とサイズ2が1点ずつだけですね。在庫はご用意があります。はい、以上、本日はフェリルのインラインを4点ご紹介させていただきました。で、一旦 YouTube の動画は止めさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。